インド空軍博物館の建物入り口とその前に展示されているミサイルインド空軍博物館はニューデリーにあるインド空軍についての唯一の博物館である。インドの空軍がイギリスの植民地下で1932年に創設されて以来使用してきた機体の実物や模型、写真を多数展示している。展示されている機体の製造国はイギリス、フランス、 アメリカ合衆国、ソビート連邦、日本など多様である。インディラガンディ国際空港に隣接するパラム空軍基地に設置されているが、空港の民間ターミナルから見ると滑走路の向こう側に当たるため、空港に向かう一般交通機関を使っての訪問は難しい。休館日は月、火曜と祝日で入館は無料だが、入館時に係員から帰帳するよう求められる。 展示物は、受付とそれに続く、小さな展示室を持つ、大きなハンガーと、三つの小部屋に分かれた別館に、収められ、大きな機体などは屋外に展示されている。記念品を販売する売店も設置されており、売店では簡単な飲み物も出される。インド空軍博物館の敷地入り口近くに、展示されている、ナット製門の横には空を向いて、急上昇するように、 ナット戦闘機の機体が飾られている。ナットは第二次インパ戦争でパキスタ空軍相手に活躍した機体であり、敷地の外からでも兵舗しに機体の前半分が見える。また正門を少し入ったところに戦闘で亡くなった兵士たちの慰霊碑がある。小さな玄関の奥に受付があって、ノートに記帳すると入管が許される。受付を通ると模型や 勲章や軍服を陳列した小部屋を通って大きなハンガーに入る。1932年以降インド空軍で使用された練習機、戦闘機、戦闘爆撃機、偵察機の実物他に日本の王家の実物とアメリカのアッポロ宇宙船の実物大模型が展示されている。その他エンジンや爆弾類も多数展示されている。プロペラ機ではイギリスのライサンダー偵察機や 第二次世界大戦から戦後にかけて、イギリスの主力戦闘機となった、ハリケーン、スピットファイヤー、テンペストの各種が展示されている。ジェット戦闘機では、イギリスの DH-100 バンパイアとハンター、フランスのウーラガン、ソ連のスマイナス7と、ミグマイナス21、インド国産の HF-24 マリュートなど、様々な機体が展示されている。入り口から見て、 ハンガーの左側には比較的古い機体やインドパキスタン戦争の戦利品が右側には比較的新しい機体や大きな機体が置かれている。左側にはアメリカのプロペラ4発爆撃機リベレーター、イギリスで設計されたジェット爆撃機キャンベラ、ソ連とアメリカのヘリコプターに君マイナス4と S マイナス55の他に戦闘で破壊されたパキスタン軍の戦車も 展示されている。右側の広い屋外エリアには、アメリカの輸送機 C-119 やソ連の輸送機案 -12、ソ連の戦闘機名位 -25 などが置かれている。別館は3部屋に分かれており、インド空軍の初期から現在までの歴史を写真や模型で解説している。特に第3室では、1983年にソ連の宇宙船 T-11 で、 インド人として初めて宇宙に行った飛行士ラケッシュ・シャルマの業績について説明されている。ありがとうございます。